ヘルマン・アドリアン・ラモン・ブルゴスは、アルゼンチン・マルデル・プラタ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者、ミュージシャン。現役時代のポジションはゴールキーパー。2021年からニューウェルズ・オールド・ボーイズの監督を務める。ルイス・アラゴネス監督とは信頼関係で結ばれており、RCD ・マヨルカ、アトレティコ・マドリードと、アラゴネス国外の選手であった。 1995年5月31日のペルー戦でアルゼンチン代表デビューした。以後は常にカルロスロアと守護神争いを繰り広げる。安定感の無さから、1998年のフランスワールドカップでは最終的に大会の正ゴールキーパーのザオロアに奪われ、2002年の日韓ワールドカップでは正ゴールキーパーから落選してしまう。 2002から03シーズン途中には腎臓にがんが見つかり適出手術をする。しかしそれ以降プレーは低迷し2003から04シーズン終了後サッカーに対する情熱を失った。バンド活動に専念するとウルゴスらしいコメントを残して引退表明をした。2005年よりバンド活動のほか、アトレティコのカンテラの指導も兼ねている。アトレティコに ディエゴシメオーネ監督が就任した2011年からはアシスタントコーチとして監督の補佐をしており、主にセットプレーの指導において功績を挙げている。ありがとうございます。